シューズですね、フィリピンに移住したい方からのご質問ですね、何がいいんでしょうかと、まあ、履くものですよね、意外とこういうところをフォローしているあの現地の在住者ってあんまりいないので、いい質問かなと思ったんですけども、サンダル、現地で買うなら、どんなものがいいですか、丈夫なものは何がいいでしょうかという感じなんですけども、あの結構あのデビソリアとかですね、バクラランとか、あの辺であのフリーマーケットってあるんですけども、ああいうところだとあの T シャツとかもサイズが日本人にとってちょっと小さかったり、あとやっぱりすぐ破けたりダメになるってことですよね、安物が全入手になるので、あのフリーマーケットであんまり買わない方がいいかなと思います。で、日本人がちゃんと使えるものとしてはあの、まあ、もちろん現地にユニクロがあったりするんですよね、フィリピンも。なのであのそういったものだったらまあ定番の同じものが使えるっていうのと、あとやっぱり SM とかアヤラとかの大きなモールの中での購入だったらあのちゃんとしたもの買えると思います。シューズもですね、まあ、スニーカーもサンダルも未だに僕 SM モールで買ったものまだ使えてますので、何年もですね使えてたりするので。